こんにちは、佐伯俊光です。今回はですね、4月から新しくサービスを開始させていただきますオンラインコンテンツのご案内をさせていただきたいと思います。まずはじめにですね、竜王様について少しだけお話をさせていただきたいと思います。竜という言葉が入っておりますので、こう竜神様が大好きだという方から、ご興味を持っていただいたり、逆にその、竜王様と聞くと、とても強くていかついイメージを持たれる方がいらっしゃるかと思うんですけれども、ひふみ竜王は、ただひたすらに生命を結んで開く、そのお働きを担ってくださっている実に心優しいご存在であるということを皆様に最初にお伝えしたいと思います。その竜王様の、御心、心根というのはあまねく一切所に遍満していると私たちは感じています。私たち人間はもちろん、動物や植物、それから地球や宇宙、あるいはその私たちの近くでお役に、当たってくださっている、深海の神々、すべてそれらの生命のエネルギーの大元を供給してくださっているご存在だというふうに捉えていただきたいと思います。姿なく形なく重さもない波動や光の存在で、天地創造のはるか以前の昔から、この宇宙に存在されているご神格であると私たちは感じております。竜王と最初に開口を果たしており、竜王様はこのようにおっしゃいました。我を祀れというにあらず、我を崇めよというにあらず、我が姿を現せしは神の実在を知らしめんがためなり、神の実在を知り神の本性を悟らば、天津ひふみは立ちどころに次元せん、このようにおっしゃられたのです。竜王様はそれほどまでにつつましく慈しみにあふれ、生命のためだけに存在してくださるお方であるということがこの方からもひしひしと感じられてきました。個を識別したり表現したりする言葉で捉えられるような存在ではなく、ただただそのご存在がありがたく、祀られるため崇められるためにお姿を現されたのではないと竜王様はおっしゃいますが、やはり神々が尊び、敬い神戸を垂れるご存在であるということには間違いがなく、竜王様を目の前にして、私は祈りを捧げずにはおられませんでした。これが今でも私の信仰を支える原点になっているということに間違いはありません。竜王との交流を進める中で私が最も心を砕くのは、エネルギーとして降ろされる神の御心、つまりこの世の中にまだ全貌が表されていないその神々の情報ですね。こちらをどのような言葉を使って、人々に表現していったらよいか、この点が一番、配慮しなくてはならないことだなというふうに日頃思っています。初期の頃に竜王様、つまり大霊のお名前についてご質問をした時がありました。私が何とお呼びしたらよいですかと竜王様に、お尋ねしたところ、自分には、地上で定められた名前がないことから、その限りにおいてあなた、私ですね、あなたが好きなように、呼んでくれて構わないとおっしゃいました。つまりもともと隠れ神であった竜王様にしてみれば、その他の個体と識別するためのその名前という概念すらお持ちでなかったということだったと思われるんですね。そういう概念を持ち合わせていなかったということだったと思います。その時私の中でひふみという言葉が立ち上ってきまして、ひふみ竜王と
お呼びするのはいかがでしょうかとお伺いを立てましたところ、それで構わぬと答えてくださいまして、まあ、それ以来この一二三竜王という名前で竜王様をお呼びするようにさせていただいております。一二三という言葉は神道でも古くから使われている言葉ではあるんですが、この一二三、火、火、風、水、この漢字を当てた一二三というのは、私の感覚では物事の始まりや、それからその順番、序列、それから整然と秩序だったもの、そうした性質を表す代名詞として使われる言葉であるというふうに私の中では認識しています。その意味で生命の誕生に関わる竜王様のお名前として実にふさわしいお名前だなと思っております。また竜王という表現は、私が初めて聖地熊野で、竜王様に開講を果たした時の、まあ、インスピレーションと、それから、まあ、竜王様が備えていらっしゃるご神格に由来しているわけですが、この日はですね、春の長雨が過ぎ去りまして、一面に青空が晴れ渡ったそんな日の出来事なんですが、その前日までのこう長雨がたたりまして、非常にその滝がこう激しく流れを増していた時なんですね。で、まあ、その勢いというのが あまりにも強くて、そのうちにその岩肌を打ち砕くのではないかと思われるぐらいの激流になっておりました。で、その激流を眺めて、自然のうちにそのいわゆるトランス状態ですね、そういった状態、意識の状態に入りましたところ、その竜王様を導くかのようにですね、辺り一面にこう立ち込めていたその水煙といいますか、霧のようなですね、そういったものがこう吹き払われまして、その中から突如としてその竜王様のご存在がですね、立ち上がってこられたと、そういうような状態でした。その様はですね、実に精妙で微細で、きらめく光の結晶、あるいは集合体のような風に見えまして、まあ、クリスタルのように透き通って、まあ、光の見柱のようにも見えたんですけれども、見る見るうちにその全身に影がですね、刻まれていって、竜王様のお姿というふうにこう変化されていかれまして、最初は自分の目を疑ったんですけれども、どこからどう見ても竜王様その威厳が漂わせておられまして、実に驚いたことを今でも昨日のことのように思い出されます。そのような竜王様から、この三次元におけるその生命のもと、あるいは生命の元素とも言うべき、神の粒子である天津一二三をですね、竜王によってもたらされたわけですけれども、竜王曰くこの私という存在ですね、はこの地上にあって唯一その天津一二三、竜王様から下された天津一二三を取り扱うことが許されたその神の器である神器であるというような使命を授かることになりました。このことはですね、はるか昔に竜王と私がいつの日か果たそうぞと盟約を交わしていた約束だったようで、これが実現したその瞬間、深海では天地を覆すほどの衝撃をもって伝えられ、歓喜に満ち溢れた一大イベントとして大騒ぎになったそうです。これにより神々の計画の半分は叶ったのだと最近になって竜王が教えてくださいました。これまではですね、竜王様の隠れ神というご性質上、こうしたことをですね、どのくらい世の中に開示してよいのかということが手探り状態で、ご縁のある方にですね、主に個人セッションという形で天津一二三をお伝えしてきましたが、
各地を回る中で、地上でのお役目を終えられて神上がりを待機されている神々に対しても同時に天津一二三を奉納してきたんですね。それら多くのご神霊様たちからですね、我ら神上がりを果たした後には今度は竜王様やそなたたちの働きをサポートする、眷属神となり、また一二三霊団の一員となって天津一二三のご神事に、関わってくださるということをお約束していただきました。そして昨年、聖地熊野のご神域の一角に、この、竜王の御心をお伝えする祈りの拠点として、竜王の大礼をご祭祀させていただくことになりました。その後も、一二三竜王の働きにご賛同される神々はですね、増え続けておりまして、一二三霊団はこのところ急拡大を遂げています。私たちもこれまで以上に、身が引き締まる思いでその役目に対する、気持ちを新たにして昨年11月からは一二三竜王神事と銘打って活動を続けさせていただいております。竜王からもたらされた、天津一二三をより多くの方に分かりやすくお伝えしていこうという思いと、こちらですね、こちらのアネモネ誌3月号で穂結び神社の特集記事が紹介されたことも手伝ってか、竜王様からですね、ご裁可が正式に下りまして、このオンラインワークショップの開催が実際こちらですね、記事はこちらですね、これ私です。こちらですね、これが神社の境内になります。こんなイラストもエピソード語られてます。こういったあの流れがありまして、竜王様からもご裁可もあって、このオンラインワークショップ実現の流れが、確定したという、そのような流れになりました。その意味でですね、そもそものきっかけとなったのが、昨年末に、アネモネさんの編集部から、2021年の動向を予見する竜王様のキーワードメッセージをこの3月号で、トピックスとして掲載したいというご依頼があったことが発端となっています。竜王様との交信というのはですね、日頃からですね、不定期ではあるんですけれども、繰り返し繰り返し行われておりましたものですから、これに応じる形でキーワードメッセージを竜王様に下ろしていただくことになりました。その結果、竜王様より下ろされたキーワードは原点回帰、というお言葉が掲示されることになりました。詳細につきましてはこちらですね、アネモネさんの3月号こちらに、詳細が書かれておりますので、まだお手に取られてない方はぜひ一度ご購読いただきたいと思いますけれども、竜王曰くですね、昨年来世界中の人類がさらされている、いわゆるコロナ禍ですね、こちらに象徴されるこのメッセージというのはですね、その活動域をですね、地球全土へと広げつつある人類に対する人類の意識の在り方に対する内容をはらんでいたということなんですね。因果が巡る、いわゆるこの現象世界にとってはですね、今こそ人類の意識の浄化と変容が不可欠であると、このように告げられたメッセージのようにも映りますけれども、そこにはですね、数千年に及ぶ時間を経てこの地上へと降り積もってしまった人類の食材意識や人類の集合意識のですね、この集合意識の影の領域まで色濃く反映されているということが実情ですので、今現象世界に巻き起こっている悲劇の数々を額面通りにそのまま受け取ってしまうということは、かえって竜王様の御心とは離れてしまうことになりますので、竜王様のご神意を知った上で、祈りのご神事に取り込むことが必要になってくると考えているわけです。竜王様より発せられた原点回帰のメッセージは、天上神界から現象世界へと下された一二三竜王のギフトである、このように知っていただくことが肝心になります。
これら天津一二三の加護というのは人類にのみ授けられたものではなく、地球次元にあって、生命の生態系や自然率、それから大地、海洋、大気や火山などの、秩序維持にも及んでおり、あえて地球次元のほど近くにとどまって人類の行く末に積極的に関わり、地球のアセンションと人類意識の覚醒を導いてくださっている高次の神々の働きを支援する、そのことにも及んでいるんですね。こうした天津一二三の働きは私たちの意識の素性に上がっているのといないとにかかわらず、地球を含む宇宙全域へと鳴り響き、考えられうる全ての次元領域へと響き渡っているんですね。この数千年に一度とも数万年に一度とも思われる地球規模での一大変換期に全ての生命を来参し、地球全土の安寧を祈り、人類の神聖開化の宣言を高らかに報じる天津一二三の大礼は、全てを見定め見通した上で神計り、神の計らいですね、こちらを天下しておられるのだということを信頼していただいて、一つ一つの悲劇に一喜一憂することなく、一人一人の中にある神聖内在の神、すなわち天津一二三に心の波長を合わせていただき、祈りを捧げる準備に取り掛かっていただくことが最も寛容なことだと感じています。今地球を取り巻いている大きな周期の中で、ご神事を行うタイミングを見計らうということも非常に大切な意味のある要素となってまいりますので、この動画をご覧いただいて大礼の意思を感じてくださった方やお気持ちが揺れ動かれた方は、ぜひこのワークにお申し込みいただきたいと思っております。はい、それではですね、ここからですね、チューニングワークの具体的なご説明に入らせていただきます。今回の、チューニングワークにお申し込みいただきました方にはですね、次のような特典をご用意させていただきました。まず一つ目の特典といたしましては、一二三竜王の神札ですね、こちらを授与させていただきたいと思います。私の直筆となっておりまして、私が書いた文字なんですね。でこちらを、まあ、印刷に起こした神札ということなんですけれども、ぜひこちらをですね、手に取ってね、皆様にもご覧いただきたいと思います。この神札の祭り方につきましても別途ご案内を同封させていただきますので、神札の祭り、お祭りの仕方がわからないなという方もですね、気兼ねなくお申し込みいただきたいと思います。また2つ目の特典といたしましては、このワーク実習用のですね、教材として、天津一二三の祝詞ですね、こちらのご案内を、同封させていただきたいと思います。こちらの天津一二三の祝詞をお手元に置いていただいてですね、周囲のエネルギーが気になった時ですとか、気分が優れないなというような時に、この天津一二三をこう唱える、これをいう習慣をつけていただきますと、例えばですね、日常生活の中でマスメディアやニュース報道などをそれとなく目にしたり、耳にしたり、あるいはですね、好ましくないお話をされている方たちの会話がふと耳に飛び込んでしまったり、本人はそれを言語として認識していなかった場合であっても、潜在意識ですとか、こう集合意識ですとか、そういったものの意識の中にそのマイナスの観念が流れ込んだり、その不安やですね、恐れの観念がですね、こう刷り込まれてしまうというようなことは、こう心理学的にもですね、十分にその起こりうるということで、警鐘が鳴らされていることでもお分かりの通り、知らず知らずのうちに、自らが欲していないエネルギーを浴びてしまうということが起こりうるんですね。意識して情報を選択したり、こまめにクリアリングを実施されているという方でも、全ての情報にフィルターをかけるということは難しいことだと思われますので、気になった時に、繰り返し天津一二三の波動にチューニングしていただき、ご自身の顕在意識や、潜在的な集合意識を天津一二三の真言で浄化する
というワークを実施していただくことをお勧めしたいと思います。ぜひそのワークに今回の特典となる教材をご活用いただきたいと思います。そうした観点からこのワークへのご参加を申し込まれた方には、実施日から1週間ですね、チューニングワークの録画動画をご覧いただけるように、動画自体を設定しておりますので、実施日にオンラインワークに参加できなかったという方や、なるべくたくさん天津ひふみに触れていきたいと思われる方には、一度と言わず何度も繰り返してですね、天津ひふみのこの動画を再生していただきまして、この天津ひふみの波動に触れる機会を増やしていただきたいと思っております。その他ですね、このチューニングワークでは月替わりで、チューニングを実施していくコツや、それからひふみ竜王に関わるエピソードですとか、あるいはですね、ひふみ深海の境地ですね、こういったものに関するお話も盛り込んでお話しさせていただきたいと思っております。その他の波動神事ですとか、産須長見神事ですね、こちらとも合わせてこの天津ひふみに触れられるこの機会をご活用いただければ幸いに存じております。なお詳細につきましてはビオマガジン社さんの、お申し込みのホームページにも記載されておりますので、こちらも合わせてご確認いただきたいと思います。本日のご案内はこのようなところで、終了とさせていただきたいと思いますけれども、またひふみ竜王神事のワークですとかセッションを通じて皆様とお会いできることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。またご神事でお会いいたしましょう